おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから令和2年第3回阿見町議会定例会を開会いたします。ただいまの出席議員は18名で定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。直ちに本日の会議を開きます。本日の議事については、お手元に配布しました日程表によって進めたいと思いますので、ご了承願います。これより議事に入ります。日程第1、会議録署名議員の指名について、本定例会の会議録署名議員は会議規則第120条の規定によって、16番柴原誠一君、17番久保谷実君を指名いたします。次に日程第2、会期の決定についてを議題といたします。本件につきましては、去る9月1日議会運営委員会が開かれ協議されましたので、その結果について議会運営委員会委員長より報告を求めます。議会運営委員長吉田健一君、登壇願います。皆さん、おはようございます。おはようございます。会期の決定の件についてご報告申し上げます。令和2年第3回定例会につきまして、去る9月1日議会運営委員会を開催いたしました。出席委員は6名で、執行部から総務課長の出席を受け審議をいたしました。会期は本日から9月25日までの18日間で、日程につきましては、本日本会議案上程、提案理由の説明、質疑、委員会付託、2日目9月9日は午前10時から本会議で一般質問3名、3日目9月10日は午前10時から本会議で一般質問4名、4日目9月11日は午前10時から本会議で一般質問4名、5日目から6日目までは休会で議案審査、7日目9月14日は委員会で午前10時から総務常任委員会、午後2時から民生教育常任委員会、8日目9月15日は委員会で午前10時から産業建設常任委員会、9日目9月16日は委員会で午前10時から決算特別委員会総務所管部、10日目9月17日は委員会で午前10時から決算特別委員会民生教育所管部、11日目9月18日は委員会で午前10時から決算特別委員会産業建設所管部、12日目から17日目までは休会で議案審査となります。18日目9月25日は最終日となりますが、午前10時から本会議で委員長報告、討論、採決、閉会、議会運営委員会といたしましては、以上のような会期日程を作成いたしました。各議員のご協力をよろしくお願い申し上げまして、報告といたします。お分かりいたします。本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員会委員長の報告通り、本日から9月25日までの18日間としたいと思います。ご異議ございませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって会期は本日から9月25日までの18日間と決定いたしました。次に日程第3、初版の報告を行います。町長より報告事項の申し入れがありましたので、これを許します。町長千葉茂君、登壇願います。はい、本日は令和2年第3回定例会を招集しましたところ、議員各位には公私ともご対応の折にもかかわらず、ご出席をいただきまして、ここに定例会が開会できますことを心から感謝申し上げます。早速でありますが、
報告事項を申し上げます。地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率についてご報告いたします。当庁における各比率はお手元に配布した報告書の通りとなっております。なお各比率は括弧書きで記載した早期健全化基準及び経営健全化基準以下となっており健全段階にあると判断されるものであります。以上ご報告申し上げます。議長より報告いたします。今定例会に提出された案件は町長提出議案第64号から議案第84号のほか選択的夫婦別姓制度の法律化を求める意見書に関する請願書所得税法第56条見直しを求める意見書の請願書阿見町立阿見第二小学校の統合に関する調査検証特別委員会の設置について以上24件であります。次に本日までに受理した陳情等は東海第二原発再稼働問題に関する要請書の一件です。内容につきましてはお手元に配布しました参考資料の通りです。次に監査院から令和2年7月分に関する冷月水道検査について報告がありましたので報告いたします。次に本定例会に説明員として地方自治法第121条第1項の規定により出席を求めたものはお手元に配布しました名簿の通りです。次に本定例会に説明員として次に閉会中における委員会協議会等の活動状況はお手元に配しました参考資料の通りです。次に令和2年度普通建設事業等進捗状況及び契約状況報告について9月7日付で町長から報告がありました。以上で初版の報告は終わります。次に日程第4常任委員会所管事務調査報告を行います。産業建設常任委員会では閉会中における事務調査を実施いたしました。ここで委員長より調査の結果を報告を求めます。産業建設常任委員会委員長平岡博史君登壇願います。おはようございます。それでは産業建設委員会の報告をいたします。産業建設常任委員会では令和2年7月27日に土地区画整理事業の開発について日立太田市視察に行って視察研修に行ってまいりました。視察場所は常磐自動車道日立南インターチェンジから国道293号線経由で約10分中インターチェンジから国道349号線経由で約20分 JR 水郡線日立太田駅から約 2km と交通アクセスに恵まれている場所でした。また本地域は日立太田市第6次総合計画や日立太田市町人仕事創生総合戦略等において持続可能な町づくりを進めているため区画整理を地域と連携する地区と位置づけられており広域
幹線道路がクロスする立地環境と26ヘクタールの大規模用地のポテンシャルを最大限に発揮し、多彩な都市サービス機能と失礼、快適な環境が融合する茨城県北の核となる都市交流拠点に創出を目指していました。この事業は官民連携のまちづくりを積極的に推進し、工事は着々と進行しておりました。業務代行者は清水建設株式会社、大和測量株式会社、株式会社カインズ、株式会社フォレストモール、株式会社ヨークベニマルの計5社で構成しており、現在は造成工事を行っていました。2022年4月に分譲開始、2025年3月に全体工事の完成を目指している中、周辺から事業地域の地内のアクセス道路向上のため、広域幹線道路設備も進めておりました。水戸市、那珂市、常陸太田市を結ぶ国道349号線バイパスの全体4車線開通など、道路網の拡充により、20分圏内の証券人口が現在の約10万人から約20万人に拡大し、アクセス環境が著しく向上する予定です。常陸太田市では、近年、少子化、人口減少対策を最重要課題に挙げ、多くの施策を実施しており、近隣市町村から多くの子育て世代が転入してきています。阿見町の開発を考える上で、今回の視察で学んだことは大変参考となりました。以上です。以上で常任委員会所管事務調査報告を終わります。次に日程第5、議案第64号阿見町、土砂等による土地の埋め立て、どもり及び堆積の規制に関する条例の一部改正について、議案第65号阿見町附属機関の設置に関する条例の一部改正について、議案第66号阿見町特別職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第67号阿見町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について、以上4件を一括議題といたします。提案者の提案理由の説明を求めます。町長千葉茂君、登壇願います。議案第64号から議案第67号までの条例の一部改正について提案理由を申し上げます。議案第64号の阿見町土砂等による土地の埋め立て、盛土および堆積の規制に関する条例の一部改正について申し上げます。本案は土砂等による土地の埋め立て、盛土および堆積行為の事業の許可の基準について、今後首都圏での都市開発事業で発生する建設残土等が悪質業者等によって搬入される恐れがあることから、その対策として茨城県内で発生した土砂等に制限するため、所要の改正を行うものであります。議案第65号の阿見町附属機関の設置に関する条例の一部改正について申し上げます。本案は、要介護及び要支援認定の要因となった傷病及び要介護等に関するデータの収集、評価、分析による
介護データベースの構築及び適正な運用、並びに介護予防施設の検討を行う阿見町介護データベース運用検討委員会を設置するために改正するものであります。議案第66号の阿見町特別職の職員で、非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について申し上げます。本案は議案65号で申し上げました、阿見町介護データベース運用検討委員会を設置することに伴い、その委員の報酬等を追加するものであります。議案第67号の阿見町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について申し上げます。本案は指定居宅介護支援事業所における管理者要件についてその適用を猶予する経過措置期間を延長する等の改正省令が交付されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。以上、提案理由を申し上げましたが、慎重審議の上、議決いただきますようお願い申し上げます。以上で提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお、本案4件については委員会の付託を予定しておりますので、質疑は簡潔にお願いいたします。質疑を許します。18番、吉田健一君。私は議案第64号についてお伺いいたします。阿見町土砂等による土地の埋め立て、盛土、堆積の規制による条例、これはかつて議員提案で出して、定められた条例でございます。この条例の中で、これ許可基準が茨城県内で発生したものであること、土砂であることということでよろしいんでしょうか。町民生活部長、朝日良一君。はい、お答えいたします。今回の改正によりまして、許可基準の中にですね、茨城県内で発生したものを搬入できると、そういうものに変更しております。したいと思います。以上です。吉田健一君。今までのこの条例のですね、許可という件数が何件かあったと思うんですが、その中で県外から土砂を搬入してきたという事例はどのくらいあったんでしょうか。浅井部長。はい、お答えいたします。ちょっと資料が手元にないものですから、ちょっと今時点で分かりません。すみません。吉田健一君。これ非常に厳しい管理でですね、私もこれ大賛成なんですね。です茨城県の中であれば把握もできるし、どこの土砂が来たっていうのもね、分かるんで、もちろんほら土砂のですね、残土証明とかいろいろそういうものの中で発生した場所とかですね、そういうのは分かると思うんですけども、申請書の中にくっつけますんでね、これがですね、これはこれで私は大賛成なんですけども、もう一つですね、これに漏れるもの、要するに無許可でね、堆積しちゃったっていう、そういうのがあるんですね。またはその権限以上にですね、超越してそして、堆積したと。最近のことで言いますと、飯浦地区のね、要するにアルプス山脈、あれなんかもそうですよね。あれ土砂が崩れたから、ちょうど埋めちゃったから大急ぎですね、見に行ったというような関係なんですが、あの辺になりますとね、一つの町で解決っていうのはほとんど無理だと思います。県の方の協力を得てですね、いなきゃならない。これのですね、無許可またはですね、許可越えをして、そして拡充解釈の中で持ってきたというようなものに対してはですね、町の方としては今後ですね、どのように対処していくつもりなんでしょうか。お聞きをいたします。浅井部長。
はい、お答えいたします。当然ですね、そういったことは町としては困りますので、まず早期発見、いろいろな方から情報提供を受けて早期発見して、それとともにその搬入の現場でですね、業者で指導を行っていくと。で、場合によっては県との連携を取りながらやっていきたいと考えています。はい、吉田健一君。部長の今おっしゃることはですね、今までにもやってるんですよね。やってないんじゃないんです。今までもやってる。で、その他にね、どういう対策を取るんですかということを聞いてるんですよ。それでですね、許可を無許可ならばね、これ即改善命令も何もないですよ。即中止、逮捕なんですが、許可を何らかの許可を得てると、例えば農業委員会の許可を得てるんだとか、ね、開発の許可を得てると、その中で計画図と往々にですねオーバーして埋めてるとか、そういうものに対してどういうような指導をしていくんでしょうかということを今お聞きしたんです。お願いします。浅井部長。はい、お答えいたします。無許可のものはおっしゃる通りですね、もうその場で中止命令、命令ということで中止させることができますけれども、許可をもらっているものについての搬入量につきましては、今年町これからですね、ドローンによるその調査、対策調査を行いたいと思います。そこでちゃんとした数字を出してですね、それで停止を求めるということはできるかと思います。以上です。吉田健一君。相手が相手なんでね、想定することを全てやったとしても1枚も2枚も相手さんの方が上でしょうから、なかなかそれをね、是正命令を出したとしても、言うことを聞かないと思いますがですね、この間の事象みたいにですね、もうアルプス山脈は崩れてね、ちょうど埋め尽くしちゃったよ。たまたま人車がいなかったからよかったんですけども、そういうようなですねことがですね、あそこに限らず他にもあるんじゃないかと思うので、極力ですねそういうところを行政指導していただきたいと。見つけてね、先ほど言いましたよね、早期発見と言いましたけども、そういうことに対してね、そういうふうに指導しております。それであと、許可申請者が申請を出したときにはね、これ許可申請者が果たして本当のその真意でやるのかどうか、それもですね、許可の段階できちんと調査をしてですね、確かめておきたいというふうに要望しておきます。他に質疑は ございませんか。はい、13番、川端修司君。はい、私は議案第65号、これちょっとお尋ねしたいと思います。条例の新規対象表の方で、網町介護データベース運用検討委員会というのが作られて、そこで介護データベースの構築事業、これが行われると、具体的にどのようなデータベースを取るのか、それを教えていただきたいと思います。保健福祉部長、湯原克之君。はい、お答えします。介護データベースの内容につきましては、要介護、要支援認定につきましての申請につきましたデータにおいて、性別、病名、その発症時期、介護度、サービス受給内容等について、をデータとする予定でございます。で今現在も、要介護認定というか審査会合においてそのデータを蓄積しているデータをがこういうデータ を蓄積しておりまして、その活用についてを検討とする予定でございます。以上になります。13番、川端修司君。はい、ということは今まで取ってきたデータを再度整理をしていくということでよろしいですか。保健福祉部長、湯原克之君。はいはい、今までの現在までの蓄積されたデータ、および今後も蓄積するデータを用いて、それを活用して、要介護予防につなげていきたいと思っております。以上であります。他に質疑はございませんか。これをもって質疑を終結いたします。お分かりいたします。ただいま議題となっております、議案第64号から議案第67号については、会議規則第39条第1項の規定により、お手元に配布しました議案付託表のとおり、所管常任委員会に付託することに ご異議ございませんか。はい、異議なしと認め、採用決定いたします。総務常任委員会および民政教育常任委員会では、付託案件の審査の上、来る9月25日の本会議において、
審査の結果を報告されるようお願いいたします。次に日程第6議案第68号令和2年度相町一般会計補正予算括弧第5号議案第69号令和2年度相町健康国民健康保険特別会計補正予算括弧第3号議案第70号令和2年度相町介護保険特別会計補正予算括弧第2号議案第71号令和2年度相町後期高齢者医療特別会計補正予算括弧第2号議案第72号令和2年度相町下水道事業会計補正予算括弧第2号以上5件を一括議題といたします。提案者の提案理由の説明を求めます。町長千葉茂君登壇願います。議案第68号から議案第72号までの令和2年度一般会計ほか4件の補正予算について提案理由を申し上げます。議案第68号一般会計補正予算は規定の予算額に1億5827万5000円を追加し歳入歳出それぞれ224億1494万8000円とするものであります。2ページの第1表歳入歳出予算補正の歳入の主なものから申し上げます。第12巻地方交付税では交付額の確定により普通交付税を増額。第16巻国庫支出金では総務費国庫補助金で新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を増額。民生費国庫補助金で新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を新規計上。第17巻県進出金では商工費県補助金で地域企業活力向上応援事業費補助金を新規計上。第20巻繰入れ金では財源調整のため財政調整基金繰入れ金を減額。第23巻調査では記載限度額の確定により臨時財政対策債を増額するものであります。次に3ページからの歳出について主なものを申し上げます。第2巻総務費では電子計算費でテレワーク環境整備のため備品購入費を新規計上。第3巻民生費では保育所費で新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金を新規計上。第6巻商工費では商工業振興費でプレミアム付き商品券発行経費を増額計上。第7巻土木費では都市計画総務費で地域公共交通維持確保支援金を新規計上。第9巻教育費では事務局費で修学旅行企画金補助金を新規計上。小学校費及び中学校費の学校管理費で新型コロナウイルス感染症対策として各小中学校の消耗品費を増額計上するものであります。5ページ第2表地方債補正については臨時財政対策債の記載限度額を変更するものであります。議案第69号国民健康保険特別会計補正予算は規定の予算額に271万1000円を追加歳入歳出それぞれ48億9993万4000円とするものであります。その内容は一般管理費で時間外勤務手当を増額その財源として一般会計繰入金を増額するものであります。議案第70号介護保険特別会計補正予算は規定の予算額に377万2000円を追加歳入歳出それぞれ33億5766万3000円とするものであります。その内容は一般管理費で時間外勤務手当を増額その財源として一般会計繰入金を増額するものであります。議案第71号後期高齢者医療特別会計補正予算は規定の予算額に
296,000円を追加、歳入歳出それぞれ103,000円とするものであります。その内容は一般管理費で時間外勤務手当を増額、その財源として一般会計繰入金を増額するものであります。議案第72号、阿見町下水道事業会計補正予算について申し上げます。本案は下水道事業会計予算第3条に定めた収益的収支について1,637万1,000円を増額するものであります。その主な内容としましては、地方公営企業法適用に伴う業務量が増加したため時間外勤務手当を増額、下水道接続工事費補助制度の申請件数の増加による補助金の増額、茨城県霞ヶ浦湖北流域下水道の全体計画を見直しにかかる町の全体計画を変更するもので、計画策定に伴う委託料の増額を行い、その財源として県補助金及び他会計補助金を増額するものであります。次に、下水道事業会計予算第4条に定めた資本的収支について、132,000円を増額するものであります。その内容としましては、建設改良事業にかかる時間外勤務手当を増額するもので、その財源として他会計補助金を増額するものであります。以上、提案理由を申し上げましたが、慎重審議の上、議決いただきますようお願い申し上げます。以上で提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお、本案5件については、委員会の付託を予定しておりますので、質疑は簡潔にお願いいたします。質疑を許します。13番、川田修司君。はい、議案第68号のこの一般会計の補正予算、これの5ページにですね、地方債の補正。3億8,430万から5億420万に約1億2,000万増額になっています。その理由と、今この利率は 5% 以内となっていますが、利率は今どのぐらいなんでしょうか。総務部長、佐藤哲郎君。はい、お答えいたします。臨時財政対策債でございますけれども、平成13年度になりますが、中央財政対策債対策ということで、普通交付税の財源不足に対応するもので、国と地方が折半するというルールになっておりまして、地方交付税を算定する際にですね、その財源の不足額というのが算定されまして、それに基づきまして、今回増額補正をさせていただいているということでございます。利率でございますけれども、すみません、財政課長の方から答弁させていただきます。財政課長、黒岩隆君。はい、お答えをいたします。令和元年度のですね、対策債の時のですね、利率で申し上げますと、0.006 でございます。以上でございます。他に質疑はございませんか。はい、10番、永井義勝君。一般会計のところでですね、11ページなんですけれども、この中で電子計算費ですか、行政情報ネットワーク運営事業、これは、コロナの地方創生臨時交付金で、1,654万1,000円という形になっているんですけれども、この前の全教の中での説明の中で、庁舎の職員で、ノートパソコン等を整備するという形で書かれているんですけれども、これは職員全員が1台持つということでよろしいんですか。総務部長、佐藤哲郎君。はい、お答えいたします。
議員おっしゃる通りですね、これはテレワーク用のパソコンということで購入する経費でございまして、テレワークでございますが、令和2年の4月22日から5月29日まで、実施しております。その実績に基づきまして、1日平均約78人が、テレワークをに携わったということでございます。その台数分をですね、用意して80台を購入するというような経費でございます。長井義勝君。ということは今議員の方でこのノートパソコンいろいろクリアしながら見つかっているわけなんですけれども、この執行部の方でこの議会のやり取りの中で同じものを持ってやり取りするっていう形にはなるわけですか。佐藤部長。はい、主にテレワークで、使用させていただきますが、今後ですね、やはり議会のペーパーレス化ということで、議員の皆様はタブレットをお持ちでございます。で、執行部の側ではちょっとないような状況でございますので、それにも活用させていただきたいというふうに考えております。他に質疑はございませんか。はい、はい、これをもって質疑を終結いたします。お分かりいたします。ただいま議題となっております議案第68号から議案第75、72号については会議規則第39条第1項の規定によりお手元に配布しました議案付託表の通り所管常任委員会に付託することにご異議ございませんか。はい、ご異議なしと認め採用決定いたします。各常任委員会では付託案件を審査の上、来る9月25日の本会議において審査の結果を報告されるようお願いいたします。次に日程第7議案第73号、令和元年度相町一般会計歳入歳出決算認定について、議案第74号、令和元年度相町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、議案第75号、令和元年度相町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第76号、令和元年度相町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第77号、令和元年度相町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、議案第78号、令和元年度相町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、議案第79号、令和元年度相町下水道事業会計決算認定について、以上7件を一括議題といたします。提案者の提案理由の説明を求めます。町長千葉茂君、登壇願います。議案第73号から議案第78号までの令和元年度一般会計歳入歳出の決算及び令和元年度国民健康保険特別会計ほか4件の特別会計歳入歳出の決算について、地方自治法第233条第2項及び第3項の規定により監査委員の意見を付してここに提案をいたします。議案第79号、令和元年度水道事業会計の決算については、地方公営企業法第30条第2項及び第4項の規定により監査委員の意見を付してここに提案いたします。なお各議案の詳細な内容等につきましては各担当部長がご説明いたしますので、慎重審議の上認定いただきますようお願い申し上げます。以上で提案理由の説明は終わりました。引き続き監査員の監査報告を求めます。監査員佐藤修一君、登壇願います。はい、監査報告申し上げます。
令和元年度阿見町一般会計特別会計および水道事業会計歳入歳出決算につきまして審査の結果を報告いたします。地方自主法第233条第2項および地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき7月29日および8月4日から8月18日までの延べ5日間審査を行いました。審査にあたりましては町長から提出されました各会計決算書付属書類健全化判断比率資金不足比率およびその算定となる事項を記載した書類について法定要式に従って作成されているかを確認するとともに係数についても関係帳簿証拠書類などの提出を求め予算の執行状況並びに決算内容を検討しながら必要に応じ関係者の説明を聴取して行いました。令和元年度各会計の歳入歳出決算について会計帳簿および証拠書類と照合し審査を行った結果すべて正当なるものと認めました。なお審査の結果につきましては上井監査委員とともに決算審査意見書を町長に提出しておりますので申し添えます。阿見町監査委員佐藤修一同じく上井和美以上で監査報告を終わります。引き続き担当部長から各議案に対する詳細な説明を求めます。まず議案第73号について説明を求めます。総務部長佐藤哲郎君。それでは議案第73号令和元年度阿見町一般会計歳入歳出決算認定につきましてご説明をいたします。別冊の令和元年度主要施策の成果および予算執行実績報告書をご用意いただきたいと思います。説明の内容は1ページから3ページまでに記載のとおりとなりますが4ページの以降の資料に沿って進めてまいります。まず4ページをお開きください。令和元年度一般会計の決算額は歳入総額162億8946万8000円、歳出総額156億136万4000円となり前年度と比較しまして歳入は1億91万5000円の減、歳出は2億1486万9000円の増となりました。その結果歳入歳出差し引き額は6億8810万4000円で翌年度へ繰り越すべき財源2億4004万4000円を差し引きました。実質収支額は4億4806万円となりまして前年度と比較し3億6023万1000円の減となりました。次に歳入歳出決算増減の概要につきましてその主なものについてご説明をさせていただきます。7ページをお開きください。はじめに歳入であります。第1巻徴税では家屋の新増築等に伴います固定資産税1億5100万8000円の増などによりまして決算額は79億3970万3000円で前年度と比較しまして1億3409万6000円の増額となりました。次に第10巻地方特例交付金では幼児教育保育の無償化に伴う子ども子育て支援臨時交付金7026万6000円の改造によりまして決算額1億2527万6000円で前年度と比較し8214万6000円の増額となりました。8ページに移ります。第13巻分担金および負担金では幼児教育の保育無償化に伴う保育所利用者負担金5378万6000円の減などによりまして決算額は1億9716万4000円で前年度と比較して5521万4000円の減額となりました。
第15巻国庫支出金では社会資本整備総合交付金6366万3000円の増などによりまして決算額は18億64万5000円で前年度と比較して9868万8000円の増額となりました。第16巻県支出金では国民体育大会競技運営費補助金4571万5000円の増などによりまして決算額は13億9962万6000円で前年度と比較して1億5598万2000円の増額となりました。9ページに移ります。第19巻繰入れ金では財政調整基金繰入れ金1億3788万円の増などによりまして決算額は4億1970万8000円で前年度と比較し4244万3000円の増額となりました。第22巻調査では学校施設整備事業債2億4090万円の減などにより決算額は8億8370万円で前年度と比較し4億4730万円の減額となりました。次に歳出であります。同じく9ページになります。第2巻総務費では道の駅施設整備事業9878万9000円の減などによりまして決算額は16億2255万7000円で前年度と比較し2205万8000円の減額となりました。10ページに移ります。第3巻民生費では民間保育所管理運営事業6433万3000円の増認定こども園管理運営事業7886万2000円の増などによりまして決算額は56億9841万5000円で前年度と比較して4億1443万6000円の増額となりました。第4巻衛生費では霞クリーンセンター維持管理費5478万9000円の増などによりまして決算額は11億364万円で前年度と比較して2423万1000円の増額となりました。第5巻農林水産業費では強い農業担い手づくり創業支援事業879万9000円の改造などによりまして決算額は2億9119万7000円で前年度と比較して2419万6000円の増額となりました。第6巻商工費では阿見東部工業団地阿見吉原地区企業誘致事業1億1185万3000円の増などによりまして決算額は3億8360万2000円で前年度と比較しまして1億1448万円の増額となりました。11ページに移ります。第7巻土木費では道路新設改良事業1億404万5000円の増などにより決算額は17億2118万9000円で前年度と比較し1億3250万4000円の増額となりました。第9巻教育費では中学校施設整備事業4億5589万8000円の減国民体育大会施設整備事業1億8147万8000円の減などにより決算額は24億1180万5000円で前年度と比較して5億4036万8000円の減額となりました。第12巻諸支出金では公共公益施設整備基金費7930万円の増などによりまして決算額は1億9027万9000円で前年度と比較して6040万円の増額となりました。次に歳出決算の性質別の状況について主な内容をご説明いたします。12ページになります。はじめに総括でございますが人件費、扶助費、交際費の
事務的経費が68億6785万円で、前年と比較して2億6962万3000円の増となり、歳出総額の 44.0% を占めております。次に内訳明細であります。13ページになります。まず人件費は職員給の増などによりまして、決算額は23億9504万3000円で、前年度と比較して9971万4000円の増額となりました。次に14ページに移ります。物件費は委託料1億6415万3000円の増、その他で国民体育大会施設の会場撤去費用の改造などによりまして1億5004万7000円の増となるなど、決算額は31億8390万2000円で、前年度と比較して3億3070万9000円の増額となりました。普通建設事業は中学校施設整備事業の減などによりまして、決算額は14億8929万円で、前年度と比較しまして7億7191万5000円の減額となりました。次に16ページに移ります。扶助費は地域型保育事業の増などによりまして、決算額は31億336万円で、前年度と比較しまして1億9146万3000円の増となりました。補助費は企業立地奨励金の増などによりまして、決算額は17億4177万5000円で、前年度と比較しまして2億7829万5000円の増額となりました。積立金は公共公益施設整備基金積立金の増などによりまして、決算額は1億9027万9000円で、前年度と比較しまして6040万円の増額となりました。繰出金は後期高齢者医療特別会計繰出金の増などによりまして、決算額は19億3963万3000円で、前年度と比較しまして5757万2000円の増額となりました。以上、一般会計歳入歳出決算の概要についてご説明をいたしましたが、詳細につきましては阿見町歳入歳出決算書の8ページから395ページまでをご参照ください。以上になります。それではここで暫時休憩といたします。会議の再開は午前11時15分といたします。を開きます。次に議案第74号についてをついて説明を求めます。保健福祉部長湯原勝幸君。議案 第74号令和元年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算についてご説明いたします。主要施策の成果及び予算執行実績報告書の45ページから49ページをご覧ください。令和元年度国民健康特別会計の決算額は歳入総額49億3997万8000円、歳出総額45億2551万2000円となり、前年度と比較し、歳入については1億4816万9000円の減、歳出については2億4672万3000円の減となりました。その結果、歳入歳出差し引き額は4億1446万6000円となり、前年度と比較し9855万4000円の増となりました。歳入の主なものについては、国民健康保険税が決算額10億1359万8000円で4165万円の減、国庫支出金が決算額36万5000円で35万7000円の増、県支出金が決算額31億9979万1000円で317万8000円の減となりました。歳出の主なものについては、
保険給付費が決算額30億9614万4000円で623万1000円の減、国民健康保険事業納付金が決算額12億8904万1000円で1億9441万4000円の減、保険事業費が4400万5000円で93万8000円の減、消費支出金が決算額265万5000円で4675万1000円の減となりました。以上、国民健康保険特別会計の決算の概要について説明いたしましたが、詳細につきましては決算書396ページから431ページをご参照いただきたいと思います。以上で説明を終わります。次に議案第75号について説明を求めます。産業建設部長村松俊勝君。はい、議案第75号、令和元年度阿見町公共下水道事業特別会計決算の概要についてご説明します。主要施策成果の及び予算執行実績報告書の51ページから53ページをご覧ください。令和元年度の決算につきましては、令和2年4月からの公営企業法適用に伴い出納整理期間のない打ち切り決算になっていることから一部減少しており、決算書の金額による昨年度の比較が難しくなっております。昨年度と比較する金額については全員協議会で説明させていただきました令和元年度打ち切り決算に伴う補助資料をご参照ください。令和元年度公共下水道事業特別会計の決算額は歳入総額16億206万8000円、歳出総額15億7296万2000円となり、前年度と比較して歳入については1億3433万5000円の減、歳出につきましては1億3732万9000円の減となりました。その結果、歳入歳出差し引き額は2910万6000円で、翌年度へ繰り越すべき財源として2621万5000円を充てると、実質収支額は289万1000円となり、前年度と比較し1012万4000円の減となりました。なお、歳入歳出差し引き額につきましては、公共下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定により下水道事業を会計に引き継いでおります。歳入の主なものについては、分担金及び負担金が決算額1534万9000円で1498万7000円の減、使用料及び手数料が決算額7億1560万5000円で3204万4000円の減、国庫支出金が決算額2億537万5000円で888万7000円の減、県支出金が決算額3634万8000円で3070万8000円の減、繰入れ金が決算額4億1777万2000円で5225万1000円の減、調剤が決算額1億5630万円で320万円の増となりました。歳出の主なものについては、下水道が決算額9億2513万3000円で1億392万4000円の減、交際費が決算額6億4782万9000円で3340万5000円の減となりました。以上で令和元年度阿見町公共下水道事業特別会計決算の概要についての説明が終わりますが、詳細につきましては決算書の432ページから456ページをご参照いただきたいと思います。以上で説明を終わります。次に議案第76号について説明を求めます。産業建設部長村松俊勝君。議案76号、令和元年度阿見町農業集落排水事業特別決算の概要についてご説明いたします。
主要施策の成果及び予算執行実績報告書の55ページから57ページをご覧ください。令和元年度の決算につきましては、令和2年4月から公営企業法適用に伴い追悼整理期間のない打ち切り決算になっていることから一部減少しており、決算書の金額による昨年度の比較が難しくなっております。昨年度と比較する金額については全員協議会で説明させていただきました令和元年度打ち切り決算書に伴う補助資料をご参照ください。令和元年度農業集落排水事業特別会計の決算書は歳入総額1億3,402万円、歳出総額1億2,024万2,000円となり、前年度と比較し歳入については290万8,000円の増、歳出については939万円の減となりました。その結果、歳入歳出差し引き額は1377万8000円となり、前年度と比較し1229万8000円の増となりました。なお、歳入歳出差し引き額につきましては、農業集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定により下水道事業会計に引き継がれております。歳入の主なものについては、分担金負担金が決算額46万6,000円で18万9,000円の減、使用料及び手数料が決算額2,387万1,000円で128万4,000円の減、国庫支出金が決算額200万の改減、県支出金が決算額221万8000円の改減、繰入れ金が決算額1億655万9000円で864万5000円の増、諸収入が決算額54万4000円で18万2000円の減、調剤が決算額110万円で増減なしとなりました。歳出の主なものについては、管理費が決算額4435万2000円で950万1000円の減、交際費が決算額7589万円で11万1000円の増となりました。以上で令和元年度阿見町農業集落排水事業特別会計決算の概要についての説明を終わりますが、詳細につきましては決算書の458ページから481ページをご参照いただきたいと思います。以上で説明を終わります。次に議案第77号について説明を求めます。保健福祉部長、井原克彦君。議案第77号令和元年度介護保険特別会計歳入歳出決算についてご説明いたします。主要施策の成果及び予算執行実績報告書の59ページから63ページをご覧ください。令和元年度介護保険特別会計の決算額は歳入総額33億3,639万5,000円、歳出総額32億3,083万6,000円となり、前年度と比較し歳入については7785万円の増、歳出については6986万5000円の増となりました。その結果、歳入歳出総差引額は1億555万9000円となり、前年度と比較し798万5000円の増となりました。歳入の主なものについては、介護保険料が65歳以上の第1号被保険者数の増加などに伴い、決算額8億5048万7000円で157万円の増、国庫支出金が決算額6億3696万3000円で2498万5000円の増、県支出金が決算額4億6444万6000円で1923万3000円の増となりました。歳出の主なものについては、保険給付費が居宅介護サービス給付費等の全体的な伸びにより決算額29億6149万円で9126万1000円の増、地域支援事業費が介護予防生活支援サービス事業費や包括的支援事業費などで決算額
1億3万1000円で435万5000円の増、基金積立金が決算額8000万円で2000万円の減、諸支出金が決算額1473万7000円で312万9000円の減となりました。以上、令和元年度介護保険特別会計決算の概要について説明いたしましたが、詳細につきましては決算書の482ページから535ページをご参照いただきたいと思います。以上で説明を終わります。次に議案第78号について説明を求めます。保健福祉部長、井原勝之君。議案第78号、令和元年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についてご説明いたします。主要政策の成果及び予算執行実績報告書の65ページから67ページをご覧ください。令和元年度後期高齢者医療特別会計の決算額は歳入総額9億3986万3000円、歳出総額9億3956万7000円となり、前年度と比較し、歳入については4935万8000円の増、歳出については5017万7000円の増となりました。その結果、歳入歳出差し引き額は29万6000円となり、前年度と比較し81万9000円の減となりました。歳入の主なものについては、保険料が決算額3億9207万2000円で2248万6000円の増、繰入金が決算額5億3797万4000円で2742万9000円の増となりました。歳出の主なものについては、後期高齢者医療広域連合へ納付する納付金が決算額9億598万5000円で5065万円の増となりました。以上、令和元年度後期高齢者医療特別会計決算の概要について説明いたしましたが、詳細につきましては決算書の536ページから553ページをご参照いただきたいと思います。以上で説明を終わります。次に議案第79号について説明を求めます。産業建設部長、村松俊勝君。はい。議案第79号、令和元年度阿見町水道事業会計決算についてご説明いたします。阿見町歳入歳出決算書の569ページをご覧ください。給水件数は前年度の 17,581件から123件増の 17,704件、給水人口は前年度の 4,947 人から406人増の 4,1407 人となりました。年間の総排水量は4,407,699立方メートルで、前年度より83,287立方メートル増加しました。また水道普及率は前年度より0.9 ポイント増の 86.9% になりました。収益的収支については、水道事業収益12億1666万8153円に対し、水道事業費用10億1461万6732円となり、税抜きで1億6085万714円の純利益となりますが、そのうち1億746万2263円につきましては、長期前受金霊入分となりますので、霊入分を除いた5338万8451円が積立可能額となります。事業収益の主なものは、給水収益の10億2000177万5975円で全体の 84% を占めております。また事業費用の主なものは、受水費の3億2527万3680円で全体で 32% を占めております。次に資本的収支についてでありますが、資本的収入2億1096万9160円に対して、資本的支出は
6億5676万6142円であり、資本的支出の主なものは施工管理及び実施設計委託料7284万8718円、工事受け用費5億1478万1240円、企業債償還金5694万3392円であります。以上の概要についてご説明いたしましたが、詳細につきましては決算書の560ページから585ページをご参照ください。以上で説明を終わります。これより質疑を行います。なお本案7件につきましては委員会の付託を予定しておりますので、質疑は簡潔にお願いいたします。質疑を許します。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。この際お分かりいたします。ただいま議題となっております議案第73号から議案第79号については、全議員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。ご異議ございませんか。はい、ご異議なしと認め採用を決定いたします。それではここで暫時休憩といたします。ただいま設置されました決算特別委員会の委員は全員教員会室において委員長副委員長のご選をお願いいたします。会議の再開は決算特別委員会の委員長副委員長が決まり次第再開いたします。よろしくお願いします。休憩前に引き続き会議を開きます。決算特別委員会の委員長副委員長のご選結果報告を行います。事務局長に報告させます。はい、それではご報告いたします。決算特別委員会の委員長に海野隆議員、同じく副委員長に永井義和議員です。以上でございます。以上で決算特別委員会の委員長副委員長のご選結果報告を終わります。決算特別委員会では付託案件を審査の上、来たる9月25日の本会議において審査の結果を報告されるようお願いいたします。次に日程第8議案第80号霞クリーンセンター2号ろ過式集塵機ロフほか更新工事請負契約についてを議題といたします。提案者の提案理由の説明を求めます。町長千葉茂君登壇願います。議案第80号の霞クリーンセンター2号ろ過式集塵機ロフほか更新工事請負契約について提案理由を申し上げます。本案は霞クリーンセンター2号炉のろ過式集塵機更新工事を行うものでありますが、地方自治法並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例の規定により議会の議決を求めるものであります。工事期間は契約締結日の翌日から令和3年3月19日までであります。工事の概要につきましてはお手元に配布しました工事概要書の通りであります。以上提案理由を申し上げましたが、慎重審議の上議決いただきますようお願い申し上げます。以上で提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。なお本案については委員会の付託を予定しておりますので、質疑は簡潔にお願いいたします。質疑を許します。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。お分かりいたします。ただいま議題となっております議案第85号については、
会議規則第39条第1項の規定により、お手元に配布しました議案付託表の通り、所管常任委員会に付託することにご異議ございませんか。はい、ご異議なしと認め、作用決定いたします。総務常任委員会では、付託案件を審査の上、来る9月25日の本会議において、審査の結果を報告されるようお願いいたします。次に日程第9、議案第81号、相町小中学校校内通信ネットワーク整備工事請負契約についてを議題といたします。提案者の提案理由の説明を求めます。町長、千葉茂君、登壇願います。議案第81号の阿見町小中学校校内通信ネットワーク整備工事請負契約について提案理由を申し上げます。本案は阿見町小中学校10校の校内通信ネットワーク整備工事を行うものでありますが、地方自治法並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例の規定により、議会の議決を求めるものであります。工事期間は契約締結日の翌日から令和3年3月26日までであります。工事の概要につきましては、お手元に配布しました工事概要書の通りであります。以上、提案理由を申し上げましたが、慎重審議の上、議決いただきますようお願い申し上げます。以上で提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。なお、本案については委員会の付託を予定しておりますので、質疑は簡潔にお願いいたします。質疑を許します。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。お分かりいたします。ただいま議題となっております。議案第81号については、会議規則第39条第1項の規定により、お手元に配布しました議案付託表の通り、所管常任委員会に付託することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、作用を決定いたします。民政教育常任委員会では、付託案件を審査の上、来る9月25日の本会議において、審査の結果を報告されるようお願いいたします。次に日程第10、議案第82号、町道路線の廃止について、議案第83号、町道路線の認定について、以上2件を一括議題といたします。提案者の提案理由の説明を求めます。町長、千葉茂君、登壇願います。議案第82号の町道路線の廃止について、および議案第83号の町道路線の認定について提案理由を申し上げます。議案第82号は町道路線の廃止でありますが、開発行為に伴い、機能を失い不要となった道路について、町道の廃止をするものであります。議案第83号は町道路線の認定でありますが、こちらは、開発行為により新設された道路について、町道の認定をするものであります。以上、提案理由を申し上げましたが、慎重審議の上、議決いただきますようお願い申し上げます。以上で提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。なお、本案2件については、委員会の付託を予定しておりますので、質疑は簡潔にお願いいたします。質疑を許します。質疑なしと認め、採用、これをもって質疑を終結いたします。お分かりいたします。ただいま議題となっております、議案第
82号から議案第83号については、会議規則第39条第1項の規定により、お手元に配布しました議案付託表の通り、所管常任委員会に付託することにご異議ございませんか。はい、ご異議なしと認め、作用を決定いたします。産業建設常任委員会では、付託案件を審査の上、来る9月25日の本会議において、審査の結果を報告されるようお願いいたします。次に日程第11、議案第84号、阿見町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。提案者の提案理由の説明を求めます。町長千葉茂君、登壇願います。議案第84号の阿見町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて提案理由を申し上げます。本案は令和2年9月30日に任期満了となる教育委員会委員の中島正美氏を再任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。同氏は人格、識見ともに優れ、また地域住民からの信頼も厚く、保護者でもあることから、委員として最適任であると考えております。以上、提案理由を申し上げましたが、慎重審議の上、同意いただきますようお願い申し上げます。以上で提案理由の説明は終わりました。本案については、質疑、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。異議なしと認め、作用を決定いたします。これより採決いたします。本案は原案通り同意することにご異議ございませんか、はい、異議なしと認めます。よって議案第84号については原案通り同意することに決しました。日程第12、請願第2号選択的夫婦別姓制度の法律化を求める意見書に関する請願についてを議題といたします。本案については会議規則第92条第1項の規定により、提案理由の説明質疑を省略し、お手元に配しました議案付託表の通り、所管常任委員会に付託することにいたします。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、採用を決定いたします。総務常任委員会では、付託案件を審査の上、来る9月25日の本会議において、審査の結果を報告されるようお願いいたします。次に日程第13、請願第3号、所得税法第56条、見直しを求める意見書の請願についてを議題といたします。本案については、会議規則第92条第1項の規定により、提案理由の説明、質疑を省略し、お手元に配しました議案付託表の通り、所管常任委員会に付託いたします。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、作用を決定いたします。総務常任委員会では、付託案件を審査の上、来る9月25日の本会議において、審査の結果を報告されるようお願いいたします。次に日程第14、議員提出議案第1号、阿見町立阿見第二小学校の統廃合に関する調査特別委員会
会の設置についてを議題といたします。本案に対する趣旨説明を求めます。7番栗原義彦君、登壇願います。それでは議員提出議案第1号、阿見町立第二小学校の統合に関する調査検証特別委員会の設置について、提案理由を申し上げます。阿見町は児童生徒数が全体では減少傾向にある一方、急増する地域もあり、学校規模の変化が教育にさまざまな影響を及ぼしています。阿見町ではこの状況を踏まえ、平成25年に阿見町立学校再編検討委員会を組織し、平成27年3月に実国小学校、吉原小学校、君原小学校、阿見第二小学校を隣接校に統合し、本郷小学校の一部を新設校に分離した5校に再編する阿見町立学校再編計画を策定しました。平成30年3月、実国小学校、吉原小学校は再編実施方針に基づき、隣接校である本郷小学校および阿見小学校に統合しました。また君原小学校では再編計画に小規模特任校制度を取り入れ、本年4月より6年間導入することになりました。阿見第二小学校では統合を令和5年4月とし、新たに平成30年4月より統合までの間、指定校変更制度を導入することとしました。現在阿見第二小学校区から指定校変更制度を利用して阿見小学校に34名の児童が通学しています。しかし令和元年12月、阿見第二小学校地区より統合の計画を見直して阿見第二小学校を存続させることを求める要望書が提出され、本年8月19日に阿見第二小学校検討委員会が新たに開催されました。阿見第二小学校は再編実施方針に基づき統合に向けスタートをしているものの、議会としても阿見第二小学校の統合に関し事実関係を再度整理し調査検証するため、阿見町議会委員会条例第4条に基づき、阿見町立阿見第二小学校の統合について調査検討特別委員会の設置を提案します。提案者阿見町議会議員栗原義行、賛成者阿見町議会議員飯野義晴、同じく上井和美、同じく永井義和、同じく高野義雄、同じく落合剛、以上議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑を許します。質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。ただいま議題となっております 議員提出議案第1号は会議規則第39条第3項の規定により委員会の付託を省略することに合意にございませんか。はい、言いなしと認め、採用を決定いたします。これより討論に入ります。討論を許します。討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。これより採決いたします。議員提出議案第1号は原案通り可決することに合意にございませんか。はい、異議なしと認めます。よって議員提出議案第1号は原案通り可決することに決しました。お分かりいたします。この際ただいま設置されました阿見町立阿見第二小学校の統合に関する調査特別委員会の委員の指名及び委員長副委員長の御選結果報告について会議規則第22条の規定により、それぞれ追加日程第1に並び追加日程第2として日程に追加の上、直ちに議題とすることにご異議ございませんか。はい、阿見町立阿見第二小学校の統合に関する調査検証
特別委員会の委員の氏名及び委員長、副委員長の午前結果報告についてを日程に追加し、議題とすることに決しました。次に追加日程第1、阿見町立阿見小学第二小学校の統合に関する調査検証特別委員会の委員の指名についてを議題といたします。本案につきましては、委員会条例第5条の第2項の規定により指名いたします。事務局長に朗読させます。それでは読み上げさせていただきます。阿見町立阿見第二小学校の統合に関する調査検証特別委員会の委員に、久保谷満議員、落合剛議員、栗田利正議員、石引大輔議員、高野義雄議員、樋口達也議員、栗原義行議員、飯野義晴議員、野口正弘議員、永井義和議員、海野隆議員、平岡博議員、川端修司議員、南波千佳子議員、上井和美議員、柴原誠一議員、久保谷実議員、吉田健一議員、以上全議員でございます。以上でございます。お分かりします。ただいまの朗読の通り指名することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、採用を決定いたします。それではここで暫時休憩といたします。阿見町立阿見第二小学校の統合に関する調査検証特別委員会の委員は、全員教員会室において委員長副委員長のご選をお願いいたします。会議の再開は、阿見町立阿見第二小学校の統合に関する調査検証特別委員会の委員長副委員長が決まり次第再開いたします。委員会室で、全教室でお願いします。休憩前に引き続き会議を開きます。次に追加日程第2、阿見町立阿見第二小学校の統合に関する調査検証特別委員会の委員長副委員長の午前結果報告を行います。事務局長に報告させます。はい、それではご報告いたします。阿見町立阿見第二小学校の統合に関する調査検証特別委員会の委員長に栗原義行議員、同じく副委員長に飯野義晴議員です。以上でございます。以上で阿見町立阿見第二小学校の統合に関する調査検証特別委員会の委員長副委員長の午前結果報告を終わります。以上で本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でした。